で、まあ、なんかやり取りしててもですね、ナバさんめちゃくちゃいい人、いい人ですね。僕からですね、その新しくもう一本動画を、ナバさんの情報をもとに作らせてもらって、で、その動画の最後でチャンネルの宣伝をさせてくださいと、まあ、っていうお願いをしたところですね、OK ということで、で、この動画に至るわけなんですけど、ということでですね、ナバさんのチャンネルをご紹介させてもらいたいんですけど、まあ、ドクターナバの研究所さんっていうチャンネルでは、まあ、いろんな動画が投稿されてるんですけど、その中でも、まあ、僕の個人的なおすすめのポイントは、なんといっても膨大な数のマイクラ都市伝説動画ですね。で、今回とか、まあ、前回僕のチャンネルで紹介させてもらった都市伝説以外にもですね、なんと100本以上ものマイクラ都市伝説動画をこの方投稿されていて、マイクラ好きにはたまらない王道の都市伝説ネタから、めちゃめちゃ細かいけどすごい興味深いみたいなネタなんかもあったりするんで、マイクラ好きにとっては必見のチャンネルでございます。で、あと他にもですね、まあマイクラの最新情報だったり、まあプレイ動画だったり、あとはマイクラ全然関係なしにですね、まあ幅広いジャンルの一般的な都市伝説動画みたいなのをたくさん投稿してて、で、最近ではネット上の謎を検証してみたみたいな動画もですね、まあちょこちょこ投稿されてて、僕も見たんですけど、すごい面白かったです。で、この方ですね、基本的に顔出しとか声出しとかはされてないんですけど、まあその代わりにですね、チャット欄でこうやり取りできるような YouTube ライブみたいなのをよくされてたりとか、あとは YouTube の投稿機能なんかもですね、積極的に活用されてて、まあ視聴者さんとのコミュニケーションをすごい大事にされてて、視聴者さんとの距離がすごい近い、なんかお友達感覚みたいな感じで、なんか気軽に絡めるような、なんか YouTuber さんだなというなんか印象でした。で、ちなみにマイクラ都市伝説の動画だけを見たいっていう場合は、ナバさんのチャンネルの再生リストのところに、マイクラ都市伝説動画だけリストにこうまとめられてるんで、まあそっから見に行くこともできます。はい、ということでですね、今の話を聞いて、ドクターナバの研究所さんがちょっとでも気になったという方は、動画概要欄にこうリンクを貼っているので、ぜひぜひ一旦チャンネル登録してみて、で、ちょっと様子を伺ってみてくださいという、はい、ということで今日は以上です。さよなら。次はこの質問、安定のほのぼので癒されますね。ありがとうだぜ。私も質問よろしいでしょうか。うんうん。師匠の現在の目標としている投稿者様を教えてください。師匠だなんてとんでもない。皆さん、ドクターナバさんは都市伝説やいろいろな面白い動画を投稿している方です。ドクターナバさんのチャンネルぜひチェケラー。はい。質問に答えろやー。あ、そうでした。皆さんからいただいたコメントの中でも、マグマ説が多かったからねー。間違いない。しかもマイクラ都市伝説系 YouTuber、ドクターナバさんのお墨付きです。ドクターナバとは、YouTube チャンネル、ドクターナバの研究所の所長であり、主にマインクラフトの謎現象や、不思議なシードなどの検証を行っている。研究所のメイン研究テーマである、マインクラフト都市伝説に関しては、YouTube 一の考察量と言っても過言ではない、都市伝説系 YouTuber でカリスマ的人気を誇る、考察系 YouTuber のキリンさん、ほのぼのゆっくりマイクラ実況の先駆者、ウーム所属のタコライスさん、この二人からも認められているのである。マインクラフト歴は10年近くに及び、Java 版、統合版、プレステ3から4と幅広いプラットフォームでの経験を持つ。謎現象の検証では、演出のため、バグと理解した上でたびたび茶番を演じているが、モブの挙動や各種ブロックの性質もマインクラフト都市伝説を調べている以上、一定以上の知識は保有している。また、マインクラフトの情報網はとてつもなく大きく、ジェネリックが復活すると公表される数ヶ月前にジェネリックネタを多く動画に取り入れたりと、独自の情報網を持っていると推測される動画を制作している。好きな食べ物は唐揚げ。どんな人とも社交的で親しみやすく、他人思いな性格だが、面倒くさがりやな一面もある。また、ナバしか入れない研究所の地下ライブラリーで寝ていたせいで研究所メンバーによる捜索が行われてしまうなど、少し間抜けなところもある。そして、先ほど紹介したゆっくり実況者のタコライスさんを師匠として尊敬しており、親交も深い。最近では、ほぼほぼ毎日投稿を続けており、毎日の睡眠時間が3時間を切ることも珍しくない。仕事は医療従事者で、責任ある立場にて日中は都内の病院で働いている。って、何言ってんの？やめなさいっての。ナバドス。
カラーゲ好きとか関係ないですよね。そういうのはミステリーな方がいいんですって。まったくもうペラペラと仕事のことまで喋っちゃって忘れてください。そうそう、ドクターナバの研究所っていろんな動画がバラバラにあるじゃないですか。ここらでねちょっと方針を変えようかなってそう思っているんです。まず当研究所はマイクラに特化しようと思うんです。なんせあれですよ、マインクラフト都市伝説に関しては日本で一番の考察量ですからな。そうだ、ちょっとこれも見てくださいな。はい、これウェブの記事なのですが、そこはあまり突っ込まないでいきましょう。これこんな記事があるんです。私は何者なのか、ねえ何者なんでしょうなぁ、あはは。この記事にはねえマイクラ自体の紹介があったり、いろんなマイクラの都市伝説の話が載っていたり、ほらこれとか完全に私の考察のやつです。この考察は私しかしてませんからなぁ。これとかもう私の動画が埋め込まれてます。要するにマイクラの闇の部分、裏のマイクラ、マイクラ都市伝説、それを語るときにドクターナバの研究所は欠かせないものとなっているのです。これは私がどうとかじゃなくてイメージなんでしょうね。キリンさんやタコライスさんも私をマイクラ都市伝説のプロと認めてくれています。そうなるとですよ、中途半端な立ち位置ではいられなくなるんですよね。実際に YouTube でマインクラフト都市伝説を検索すると私のチャンネルがこの位置に表示されます。あ、この検索に使ったアカウントは新しいものですからね。それでもこんな結果になるんですな。 YouTube 側にもドクターナバの研究所はマイクラ都市伝説の専門家と認識されているということなんです。だからねこれからはマイクラ系に絞って動画を作っていこうかなって考えております。もちろん過去に挙げていた知識系もやりたいんです。その時はなんやかんやマイクラに絡めて作ってみようかなって思っております。ここに宣言いたします。ドクターナバの研究所はマインクラフト都市伝説ナンバーワン、都市伝説系トップのキリンさんも、マイクラゆっくり系トップのタコライスさんも、YouTube までもが認めたマイクラ都市伝説のトップチャンネル、それに恥じない活動をしていきます。これからマイクラ有識者チームのマイクラ特務部に関しても活動の幅を広げていきたいと思います。日本でマイクラの都市伝説ならドクターナバの研究所、それが完璧に浸透するまで皆様もどうかお力をお貸しください。みんなで作っていきましょうねえ。あとねえ、ハンバーグも好きですからねえ。今回の動画に使用させていただきました、キリンさん、タコライスさんの動画につきまして、事前にお二人から了承を得ております。お二人への確認などはご迷惑になりますので、ご遠慮いただけますようお願いいたします。これからもマイクラ都市伝説ナンバーワン、ドクターナバの研究所をよろしくお願いいたします。